今回は、ヌンチャクを振り回して、窓ガラスを割ってしまったという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは23歳。ヌンチャク振り回してたら窓ガラス割れてしまったんやが、通販で買ったヌンチャクを振り回したら窓ガラスが割れたんやが、やばいよな、まだマッマにはバレてない。何してんだよ。家にヌンチャクがある不思議。映画を見て影響されて、通販で買った。普通に振り回して遊んでたら手から離れていって、窓ガラスに当たったんや。マジでわざとじゃない。わざとじゃなくても窓ガラスが割れたらアウトやろ。何してんだか。勢い強すぎじゃね。ていうか映画に影響されすぎててくさ。映画とか見てると、真似したくなる時くらいあるやろ。それがたまたま今回、ヌンチャクだっただけや。かっこよく回せるようになりたかったのにな。家で練習するな、外でやれ。外でやってたら不審者だろ。ニートなんて最初から不審者だから平気平気。いっそ通報されればよかったのに。大体お前がヌンチャク上手くなって何がしたいんだよ。まあ自己満やな。スマホを固定して、うまく回せるところを動画に撮ろうと思ってた。それがこれや、最悪やな。早くマッマに僕がやりましたって言ってこいよ。暇だからってヌンチャク買おうとは思わないわ。ていうかその金はどこから出たんだよ。ニートの金なわけないやろ。ヌンチャク代はお小遣いの貯金から、それより今すぐ窓ガラスを直せないとマッマに怒られるの確定。怒られる以外にあるの？どうせ積んでるんだし、もう諦めろって。でも怒られたくないやろ。なら最初からヌンチャクなんて買うな。ヌンチャク振り回したやつが悪いよな。ヌンチャク買ったら振り回すやろ。ただ飾っておくだけじゃ意味がないんや。買う必要もねえよ。何でもかんでも影響受けるんだな。もう映画なんて見るな。暇だからアマプラに入ってるんや。これもマッマの金やけどな。実家が太いのか？ええな。別にそういうわけやない。ワイがあれこれ買ってくれって言ったら、これでも見てろって言われたんや。前は小遣いもあったけど今はたまに気まぐれでしかもらえん。何歳だっけ？23歳の高卒ニート。まだまだ若くて嫉妬。ちょうど大卒が就職するくらいの年齢やし、遊んでるくらいなら就活しろよ。でも高卒なんだよな。職歴は？あるわけないやろ。まだ働きたくなくてエフランで良いから大学に行きたかったんや。それなのに親がエフランなら行く意味がないとか言ってワイの希望を聞いてくれなかったんだよ。だから働きもせずにニートしてる。親のせいにするなよ。実際エフランなんて行く価値ないだろ。残党。親が悪いとは思えんが。っていうかお前どうせ大学行っても家でダラダラして留年してただろ。大学費用がかからなかっただけマシか。今時普通に就職しようと思ったらエフランでもなんでもいいから学歴必須やろ。大学も行かなかったってことは、就職できないってことや。わい、中卒やけどちゃんと働いてるぞ。別に大卒じゃないと働けないってわけじゃないけどな。確かに上場企業とか皆が行きたいような会社は無理やな。ただし、そういう会社は大抵エフランでも無理。それ、お前ら就活したことないやろ。エフランでも大卒の資格は必要なんだぞ。ちなわいも就活はしたことがない。お前もないのかよ。23ならバイトしろよ。バイトくらいできるだろ。大学院生とかも23でバイトしてるし。バイトは高校の時にしかしたことがない。20超えてからは無職や。あ、マッマにバレた。終わった。マジ最悪。そりゃバレるよな。バレると思ってたよ。ヌンチャクはちゃんと隠したのか。お、積んだか。この展開を待ってた。ヌンチャクで窓割ってのんびりすれ立ててるくらい足あんまり悪いと思ってないやろ。親もそろそろ限界にならんかな。23なのに働かないとかクソだわ。それな。それかエフラン以外に合格してみればええやん。マジクソ。今日の夕飯抜きって言われた。窓ガラス代がどうのって。はぁ、夕飯代くらいで済んでよかったな。ああ、バカなことしてるよ。窓ガラス代だと夕飯だけじゃ済まなくないか。多分明日も飯抜きだな。あと窓ガラスを掃除するように言われた。けど、掃除用具を出してくれないんやが、素手でやったら手が切れるやろ。お前が悪い。掃除くらいでブツブツ言ってんじゃねえよ。ガラスなんて手で拾えるだろ。ちょっとヌンチャクでふざけただけなのにこれ。しかも妙に切れてるし、ワイが変なことをするのは今日始まったことじゃないんやが。そのうち、出ていけって言われるぞ。20代だからまだ許されてる感あるよな。っていうかガラスの音でマッマは気づかなかったのか。そういえば割れた時は来なかったな。さっき、夕食がどうこうって急に言いに来てバレた。お前も別に隠す気なかっただろ。スレでごちゃごちゃやってたし。確かに。親も甘やかしすぎだよな。数日出てけくらい言えよ。でも外でヌンチャク振るよりは良いかもしれん。てっきりゲームのコントローラーとかかと思ったらマジでヌンチャクとかくさ。何してんだよがマルジ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。衝撃、ニート8年目は、親の様子がおかしくなってしまう。いよいよ親に見捨てられたかもしれん。
昨日の夜から飯が運ばれてこない。トイレにも行かないとか重症にも程がある。一致の末路は引きこもり支援センターの奴らに無理やり拉致されて親は無駄に何百万も払う羽目になるな。今はお菓子で食い繋いでるけどもって明日いっぱいな気がしてる。自衛官になると朝昼晩の飯がもらえるぞ。どうしよう。割とマジで困ってるわ。犬かな。働けよ。出かけた雰囲気はしないんだけどな。働くとか無理。ここ2年半は本当に部屋から出ていないし。親と仲悪い？おし、部屋から出て確認してみろ。お前の家と入れないのか。おまるっ子はペットボトルとかいろいろでなんとかしてる。さすがにネタだよな。何かうぷしてよ。見捨てられたら自立すればいいじゃん。それができないんなら諦めて。うぷはあげ方わからん。というか取る媒体がないわ。働きたくないのか、働けない事情があるのか。頑張るってどのぐらいでできるんだろ。ニートの謎なところ。聖丸与奪が親の手中にあることに危機感覚えないこと。外に出ろや。ニートに恨みでもあるのか。畜生じゃないんだから便はトイレでしろ。家中探せば家族が買ってきた食材くらいはどこか探せばあるはず。大抵のものは素焼きにして塩振れば食えるからそれでしのげ。物音とか気配もないの？出てくるように飯運ばない可能性。部屋から出るのがまず怖い。便の処理ってトイレに持って行って流すだけじゃないのか？最悪玄関の外に置いてくれば臭くない。何歳？ニートの子供を放置して引っ越し話し合ったけどそういうこと？部屋から出ても自宅の中なんだから問題ないと思うんだがよくわからない感覚だな。バケツはガチな感じがあるな。ニートでもいいけどトイレくらいは行ってくれ。親がリビングで首丸ってても後悔するなよ。トイレぐらい自分で行けよニートの恥さらし。親と縁切らなきゃズルズル現状が続く。それだな。いつからバケツにしてる？日数とか大きさによっては尿もあるんやから溢れてるやろ。内定の報告でキレられるってなんで？本当にどうしようもねえな俺。コンビニで3年働いたことしかない。コンビニで3年続けられるなんてすごいじゃん。そう思うなら様子見に行きな。部屋から出るのも怖い。臭い。トイレ行って水流すぐらい自分でやれ。待て、ここで出て行ったら親の思うツボだぞ。騙されるな。親は言っている。クソ客で溢れかえるコンビニで3年も働けたんだろ。すごいよ。大企業は無理かもしれんがお前はまだいけるよ。じゃあ部屋から出るの怖いとかふざけたこと言って週にまみれながらがまるしてどうぞ。今見に行ってる感じか。とりあえずお前のより臭いと感じたら部屋から出ればいいんじゃね。両親ともに存命なの？自分のも処理できないで何が清掃用だ。はよ報告しろや。まるんでるのか釣りなのか。俺も申請引きだけどこれは釣りだろなあ。今勝ち合って大喧嘩しとるぞ。なんで片付けないんだとかなんとかな。まあ見捨てられてもしゃあないよな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、今現在親戚たちの笑い者にされてる、丸みたい。お前はいつになったらまともになるんだ？お父さんお母さんだって若くないんだぞ。ごめんなさいやめてください。親もここぞとばかりにワイの悪口言いまくってる。全部ワイの部屋に届いてる。意図的やろな。意図的にだね、親ガチャミスったな。精神科に行ってみたり職業訓練受けてみると見る目変えてくれるかもよ。もうやめろやめろやめろ、外に逃げようかな。一人で外を歩く大晦日なんて初めてや。普段親を苦しめてるんやから今くらいはお前が苦しめや。発想大使の分だ。来るのが分かっているのならその時間帯だけ外出すべき。やっと貢献できてるやん。もっと堂々としろよ。そんなんだからニートなんだよ。部屋に鍵をかけて耳栓してお布団にくるまれ。そうすれば誰もお前を傷つけない。出かけりゃいいじゃん。小遣いもらってるんだろ。トイレかな。月1500円だけや。中学生の小遣いかよ。それなりにもらえてるのね。なら外出一択やな。なんで親戚がいる間だけでも外に行かないんだ。せいぜいに、3日だろ。そこを乗り越えてこそ真のニートや。感染症が流行ってるのに来るのかよ。うちはこんなって言うてあるで。外出るわ。ワイは開き直って集まりに参加してるわ。体を動かせるうちに働いて稼いだ方がいいよ。全裸で集まりに乱入して規制を上げながらテーブルひっくり返せ。二度と笑われんぞ。いくつなんや？確かに一回これやっとくと後の展開がぐっと楽になるな。精神病院に措置入院させられないか、それ。移転拘束やね。ワイもニートやけど堂々しとるし家族関係も良好やぞ。後ろめたさ感じてる時点でニート向いてないから働けざこ。自分が選んだ道やん。堂々としとればええ。自覚あるなら働けよ。お前の親は親戚から不良品作った手バカにされてるんだよ。バカにされないように努力しろよ。寝カフェに行ってくつろいでこい。サンドバッグ要員やぞ。ちょっと耐えればええだけや。頑張れ。人に笑い物にされるような人生を過ごしてるのが悪いからしゃあない。いとこまだニートかよ。いつまで続けんの？ニートではないけどいとこや姪はみんな大企業。自分は非正規。バカにされてるわ。1500円の小遣いは草。ニートの宿命。
大晦日や盆のニートは辛そうやな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートのまま35歳まで来たけど来年あたり仕事探した方がいい？なんかおすすめある？やる気次第。トラックか介護でいいんじゃね。空白の期間は何をやってきたの？どっちも大変そう。何もしてない。そろそろニートじゃなくなるからいいんじゃね？あ、35はもうニートじゃねえや。このままでいいのかな？職歴ゼロなら探しても探さなくても一緒の結果だと思うよ。正解。面接なしの非正規しかないな。安全で楽な仕事なら何でもいいんだけど。ウーバーイーツでよくね。そこまでしなくて済んだのなら今さらいいんじゃないの？職歴は大学新卒で2ヶ月だけあるよ。それは職歴にはならないな。この場合の職歴ってのは、その人の能力や経験を判断する材料だからね。何やるにしても未経験だよ。だから給料は安くていい。もう若者じゃないってことよ。無一文で上京しようぜ。25歳の時それやって失敗してる。そこから10年何もしないで遊んでたのなら無理だろうね。肉体労働のバイトして借金返した代償として腰と膝壊した。なんでそこで就職しなかったのかなぞ。その時点でも無理なことは10年したらもっと無理定期。うん、当時無理だったから無理だろうと思ってここ数年はニートしてた。でも親が家計苦しいって言うからダメだダメだと諦めるだけじゃ何にもならないから何かやってみようと思って。俺も無理だろうとは思ってるよ。安全で楽な仕事はもうみんな取られてて求人なんかなくない？家賃払えないくらい給料安くてもいいよ。実家暮らしだから。樹海へ行こう。遠すぎる。でも無理だから何もしないじゃこの先もずっとニートのままで何にもならない。その通りだ。職業を選ぶんじゃなく片っ端から応募して雇ってくれる会社があったらバイトでもいいから働け。言っておくが応募しても9割以上は面接までいかないと思うが、そういう生き方をしてきた自分が悪いんだから社会を恨むんじゃないぞ。騙されなかったら人生こんなことになってないよ。騙されて借金背負わなければ人生違ったと思う。無計画に東京出るのは仕方ないにしても、借金背負ってからおめおめと実家に帰るとか、そんで今さら働けと言われたから働きたいとか社会舐めすぎてて。借金がもっと膨れ上がったらいずれにせよ親に迷惑かけることになるから、まだ返済できる範囲の段階で実家に戻った。その後ずっと働いて借金返した。計画立ててるとは思えない。むしろゴテゴテだし地元戻ってなぜ就職しなかったのか。だから就職できなかった。もう積んでるのに。お金は必要だからね。就職できたら苦労してない。計画して人生過ごしてるとは思えないぞ。学歴は？地方の国立大の学部卒。それで地元に就職しないのはなぜだ？俺が就活した年はリーマンショックの直後で、地方の田舎には仕事がなかった。それで地元就職したかったけど選んでられる状況じゃなかった。俺も職歴なし30代ニートだったけど DYM 就職で簡単に就職できた。俺、僕職歴ないんですよ。就職アドバイザー、そうなんですか。求人いろいろあるんで大丈夫ですよって感じで軽く流してくれた。初めて聞いた。派遣会社とか転職サイトとかには登録したけど全然紹介してもらえないからここも登録してみるよ。ありがとう。応援してるぞ。ありがとう。スーパーの品出しとか水産加工とか倉庫作業とかなんかあるやろ。調べてみる。俺おまじゃん期間行こう。期間終わった後どうすんの？新しい期間を始めるんだよ。てか実際どんな人生送りたいの？それによって仕事選びとか勉強とかしなきゃいけなくなる。長男だからいずれ実家相続することになる。ずっと独身でいいから田舎町でのんびり暮らしていきたい。なんというか他人事のようなテンションだしニートしてたいだけにしか見えない。そんなことないよ。地元に関連する仕事探すといいよ。農業でも水産でも工場でも。35だといろいろと厳しいよな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。地方はい、ニート、はぁ、はぁ、やっと簿記2級取ったぞ。結果、会社、本、君経験は？職務経歴書は？この空白期間何やってたん？いい歳して親のすねかじって恥ずかしくないの？ワイはこうして就職を諦めた。こんなん無理ゲーちゃう？起用すればええ。履歴書、全部受からなきゃ人間として見てくれないんかよ。人事はさぞ立派な経歴をお持ちなんやろな。それに言い返して説得できる力がないから無職なんや。派遣でもして経験積めばええやん。オンライン面接途中で切っちゃった。一級ならワンチャン、ないか？もう勉強できないよ。面接までこぎつけてんだからあとはお前の覚悟だよ。案の定ぶつ切りしてるし企業からしたら取らなくてよかったって感じ。なんで経験必須の簿記に手を出すのか。企業やな。人に使われようなんて卑屈な根性を捨てろ。小さいところは即戦力欲しいし、大手は面接良くても普通に落とされる。高齢化進んでそうなところ行くしかないな。一級ならその年でも大手いけるで。もう終わりだわ。高卒で何も持たないものは。そのスペックで高卒は確かに厳しいな。簿記2級って英検2級レベルでしょうもないやろ。独占業務持ちの資格にしとけ。
簿記2級取れるなら1年でそこそこの戦力になるし、2年目3年目からバリバリやれるのにな。2級でも企業選ばなかったら採用もらえるやろ。どうせ大手ばっか受け取るんやろ。ブルーカラー行けよ。事務職だと未経験の男は欲しがらん。諦めんなよ。簿記ごとき働きながらでも取れるわ。お勉強じゃなくて社会経験がなくちゃ仕事はできないよって教えてくれたいい面接官やんけ。何でもいいからまずは働け。ああ、人生ヘルモードを選んじまったか。履歴書なしのとこ行くしかないな。ニートって資格取れば自動的に就職できるって思ってるやついるよな。今からガチって公認会計士取れよ。ニートが、なんか知らんけどこの資格あればホワイトカラーなれるんやろ。って同期で取る資格のナンバーワン簿記。すまん、経理は経験者だけ欲しいんだわ。2級でも取ってくれないのか。いいこと聞いたわ。高卒50年かけて、人様に言える実績が簿記2級だけなのはちょっとね。職歴もなしで10年のブランクを埋めれるレベルの資格って、医師免許、司法試験合格、公認会計士試験合格程度やろ。簿記2級やなくて公務員試験の勉強すべきや。そもそも簿記2級って別に働きながらでも取れるもんやろ。諦めて期間工やれ。ニートやフリーターの資格進行は以上。あ、ワイは普通に肉体労働無理やわ。自信がないし軽作業のバイト2時間で帰った。襟好みしてるから働けねえんだろうが。簿記に対する謎の信頼感。2級程度じゃほぼアピールにならんやろ。むしろ空白の期間の言い訳すら考えてなかった意識の低さが問題。過料手伝ってたとか病気とか介護とか嘘でもいいから並べるんやで。これ、想定が甘すぎる。普通にやってや半年で簿記1級くらい取れるやろ。そんな資格取らんでも新卒カードという最強の資格があったやろ。それ捨てた時点で終わりや。今なら日商一級なしでも、税理士の母材取れるんやなかったっけ？それでも取ればええんちゃう。簿記2級で基礎作れてんから最低簿記論だけは取ったらええやん。そこでまだ体力あるなら税理士がちれ。35だと色々と厳しいよな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。僕ニート、激落ちくんで風呂場をめっちゃ綺麗にした結果、めっちゃ怒られた。おや、それ柔らかいけど研磨剤だから、細かい傷めっちゃついてカビとか生えやすくなるのに何やってんの、バカ、なぜなのか。情状酌量の余地なし。なんだバカか。取り返しのつかない最悪のことをしておいてその態度かよ、お前はロタ。無知は罪。ニートはニートらしく、な。さすが世間知らず常識知らず。お前らバカにしてるけど研磨剤って知ってたのかよ。お前らもなんかめっちゃ汚れ落ちるスポンジくらいに思ってただろ。浴槽の樹脂剥がれると汚れ染みついて取れなくなるから浴槽までやっちまってたら結構やばいぞ。裏の説明よく読んでから使えよ。これはブチギレ不可視。いやいやそのくらいわかるだろ。さすがに車にやったらやべえって発想くらいあるだろ。ニートでも知ってるだろ。っていうかカビは根っこ丸さなきゃ意味ないだろ。バンテ上げてコンパウンドで磨いてしまえ。目がかなり細かいヤスリみたいなもんなのかあれ。無能な働き者の鏡。調べたらモースコード4もあるんだな。鉄以上はセーフだけど同意かはアウト。家庭を評価するような教育を施しておいて、いきなり結果で評価し始めるというのはあれな人にとっては酷なことだと思う。寮の風呂こすったことあるわ。悪いことしたな。まあ弁償するしかないな。メラミンスポンジ怖い。マイクロファイバークロスは大丈夫だよな。カビが生えたらまた、激落ちくんで綺麗になるじゃん。よかったな。働いて風呂場回収する金出してやれよ。嘘でも想像したら悲しくなってきた。よかれと思ってやったことが報われない。所用無常。乗車必須祈り。激落ちくんはプラモに使うもの。ニートはおとなしくしていればいいんだ。まさに小さな親切大きなお世話。よっぽど強く擦らん限り浴槽なんてそんなに傷つかんわ。つか風呂用って名前ついてるやつ売ってるだろ。風呂掃除する元気があったら働けよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。